オオンン師師匠匠のーこんにちははははいこんにちは今日はですね、うん、長年メディアに出演するプロアングラーとして活躍してきたレオン師匠にぴったりのお題をいただいたので、ご紹介できればと思います。うん、ズバリですね、自分で長考の動画を撮影しているのですが、 レオン師匠のように、うん、うまく釣りながら説明することができません。うん、レオン師匠はどのような点を意識してロケなどに臨まれているのでしょうかです。お,お,お,おちょっと待ってレオンさん、うん、喋るのとても上手なであので、僕もキューベもロケの様子とか見たことありますけど、これはキューベも知りたいですね。<laughs> 知りたい。はい、うん、ちょっと待ってよ。うん これ結構ね、しっかり考えてお返事しないといけないね、あのー、2つに大きく分かれるんだよね。はい。うん。なので、2つに分けて説明したいのが、まずその方が、うまく喋りながら釣る動画を撮りたいから、やり方を教えてほしいとか、ヒントがほしいっていうのが、質問のうちの1つ。はい。 もう一つは DVD やその他映像で釣りをしているプロの僕たちが何をどう考えてどう捉えてやってるのかが知りたいという2つに分かれないあそうですね。その内容がね、うんはい、例えば僕がやってることをその方にこういうふうにやったらっていうのはちょっと僕間違いだと思うのよ、うん、なぜなら僕たちはこの立場で仕事でやってるわけだから確かに。 仕事でやってる方を仕事じゃない趣味で釣りを楽しむ方がそれやる必要なんかどこでもないよねでも知りたいっていうのはあるよね人としてアンラさんとしてはそうですね最近皆さんの動画を撮る方も増えてきてるうんなので2つに分けてお返事しますねはいじゃあまずは、えー、今のご質問聞いてたら自分がその釣りの映像を撮るときにうまく喋れないということをおっしゃってるわけですよ はい、どうしたらうまくしゃべれますかって質問ね、1つは。はい、それにお答えするとしたら、ちょ,ちょっと厳しめになっちゃうよ、どうしても。はい、お願いします。練習してないんじゃないなるほど。もうね、まずはこの一言だよね。で、あの前回、全然前回ぐらいの動画の中で。 喋ったのかなライブで喋ったのかなもう何年か何だか僕覚えてないんだけど僕はね、あのー、スポーツトレーナーをしてた時代が7年間あります。はい、でこれは僕が住んでる広島市内のある小学校区の、えー、スポーツトレーナースポーツ少年団という枠組みの中で小学生を3年生から6年生ぐらいまで集めてものを教えるわけです。そうするとね あの運動神経のいい子悪い子バラバラですよ。うん、で運動神経とは関わりなく勘のいい子悪い子、はい、物覚えのいい子悪い子。でもいろんな人いますよね。はいうん、で一つの技術を身につけるのに最初からできる人はほとんどいないです世の中。なるほど。例えばねものすごく分かりやすい話をすると キャッチボールするよね、はい、キャッチボールするときにこうやって取るよねグラブ、はい、こうグラブを立てて取るね、はい、立てて取る方法しか最初知らないんだよみんな、うん、この位置乳首の高さだと思って、はい、乳首より下のボールはこうやって取るんだよああグラブを下に持ってきたら、うん、下から作ってパン、うん で乳首より高けれればばこうやって取ればいいだけど、まあ、90%以上の子供たちが立ってキャッチボールしてて相手が返しつけた球が低いボールだった場合に、はい、乳首よりずっと低いっていうかもうおへそとか腰の高さぐらいまで低いボールが来た時にどうやって取るかって言ったらグラブ立てたままこう低くなって取るんだよあーあーなるほどだからエラーするんだよ。うん でトレーナーはそんなことはもう最初から分かってるから違うぞと。そこで体低くしなくてもこうやればスパッと取れるじゃないかと。はい、でもうとにかく首より下は下からもうこんな高い球でも下から取らせる練習するの。うんなるほどん。で、ボールを投げるということだって一つだよね。こう持つじゃん、ボールを。はい、そしたら、このまま後ろを引いてこう投げるんだよ。はい だから、速い球、コントロールのいい球いかないんだよね。うん。こう引くんだよね。ああ<ー>。こっち寄らないこう行くんだよ。うんうん。肩甲骨を寄せる。横から見ると、こうじゃないのよ。はい。だから、女の子が、ほとんどの子が、よいしちゃって感じただけでしょ。ああ。なるほど。でも、野球したことある子は、こう行くよね。はい。こう引いて、 肘から出てきてブンと投げるよね。はい、これれ生まれつきでい確かに何の話してんだってみんな思うかもしれないけど物事何だって一緒で基礎的な練習しなきゃならなくておしゃべりも同じなんだよね。う,ーんうんで、あのー、子供たちにしょっちゅう言ってたの「コーチできません!」って「お前何回練習したのだ?」って話なんで、ね、きついけと。<laughs> <laughs> まあ、少年野球ですから土日は練習しますよ、はい、で5年生、6年生ぐらいで対抗試合とか紅白試合とかに出るレベルになると土日だけじゃ足りないから間の水曜日、木曜日で無理やり引っ張り出して夜の公演で練習させますよ、なるべなる子には。そうすると少なくとも、えー、土日だけだったら朝6時に校庭集まって下手すると夕方までやるよね。はい、はい じゃあ、質問者の方ね、見てらっしゃったので、ね、ご自分でよく振り返って考えてください。自分が釣りをしているところを動画カメラ回して、うまいこと喋ろうということを、何回やりましたかっていうんですうん、うん、これはね、やっぱり努力と数のもんなんですよ、基本は。喋りまくるしかないということですね。そう、やっぱりね、重ねないとね、技術ってね、身につかないんです。はい いやそんなこと言われてもって思ったあなた正解です <laughs> えちょっとびっくりしたでしょ、はい、正解なんだってそう思うのがいやなるほどつまり何を言いたいかというとあなたは自分が魚釣ってるところを動画で一生懸命頑張って意識して喋ってな何を目的にしてるのかを 自分で見つめ直した方がいいと思う,うん目的ですね。目的何をしたいのって話なんでね。喋、うん、る必要あるのかねっていう。で、人間ね、得手増えてがあります。確かに、うん、趣味でやるのと仕事でやるのじゃ世界観違う、うん。で、そもそもその必要があるのかっていうところでもう一回立ち返って考えてほしいのと、喋れればいいのかって話。 お表現っていうのはいくつもあるのよ。だから、ま、この釣りで動画でということで、えー、考えるならば全く喋ってなない素敵な動画あるよ、はい、そういうのも一つの考え方や,やり方じゃないかな。だから自分がその自分の釣りで何を表現したいかに喋りが必要なのか喋らんなくてもなんか面白くおかしくかっこよく。 美しくあるいはためになる方法は他にないのかって考えるのも一つの手じゃないですかね。うん、確かに。編集が上手とかね。うん、そう。うん、編集の技術も入ってくる。ちょっと参考になるかもしれないんでせっかくの質問なのでちょ,ちょっと1個ね画面共有で見てもらいますね。えー、っとねまあ一番いいところから見てもらいましょう。飛行機を降りて海について。<laughs> 5年か えー、全く喋らずにテロップだけでね動画編集されてます。おい P 号 なるほどこうあのテロップの説明がナレーション的になっててすごい上手なんですね。<laughs> ということでちょっとだけ見てもらったんですけどもう僕何十本もね彼女の動画を見たんですけどねほとんど一言ほとんどだねもう一言も喋らないくらいの動画なんだけどねすごい素敵なんですよ。だから釣りの動画 でまず自分が何のために釣りの動画を撮影してそれを例えば YouTube 等でアップするのかの目的をはっきりさせれば別にね喋んなくても喋りが下手でも全然大丈夫ですからうまくなろうと思う必要がないんじゃないかなでもあの僕たちのようにいわゆるねあのプロアングラーが動画に出て説明してるように喋りたいんであればえー やっぱり最低限のねあの、やらなくちゃいけないことがあるので、そこは踏まえて練習しかないです。はい、ということで、後半は僕たちが何を考えて、えー、動画でね、釣りをしながら説明してるかを話すんですけど、はい、これは他のプロアングラーさんがどう考えてるか僕には一切関係ない。僕、気にしたこともない。僕は、僕がどうするかだけを考えてやってますので、えー そうされた方がいいですよって話じゃなくて僕がどうしてるかの話だけをねしますはいお願いします一番大事にしてるのははい釣った後で語るなお<う>釣る前に語れ <laughs> なるほど <laughs>、うん、あの釣った後だと何でも言えるよね確かにそうですねうんで自分が 魚をたくさん釣るところとか大きな魚を釣るところを見せたい動画と魚の釣り方を説明したい場合と大きく2つに分かれるの僕たちプロの動画っていうのは。うん、なるほど僕の場合は自分がたくさん釣ったのを見てもらいたいとか大きな釣ったところをどうやっていうのはあんま僕は興味がなくて僕はどちらかどちらかと言わなくても僕はインストラクター的な 立場でなおかつその楽しさを伝えるっていうことを重点に置いてやってるわけですけど特にメソッドとか釣り方とかそこにこここのルアーをに投げたらどういうふうに動かしてどこで食わせるかまでを先にしゃべってるの僕の場合。 おこれはね気が付いたことのない方はあの僕の DVD なり YouTube の動画なるよね改めて見てほしいんですけど釣れてから実はこうやってこうやったから釣れたんですよっていうのはね僕はプロとしては非常に説得力のない話だと思ってなるほどだから僕は心がけてるのはなぜそこに投げるのかの理由をまず語りますよ。だって右手が上流左手が下流海だって潮流れてます。 うん、でこの角度で投げますねなぜなら多分メバルがここにいるであろうからここから投げてここへ流し込んでここで食わせるためにこっちへ投げてんですよという話だよねまず。はい、で今のこの港のこの堤防の条件でいうとメバルのシルエットが水面下に見えるから高確率でトップの釣りかサブサーフィス、えー、川一枚下の釣りが機能するはずだから。 ままずはペンシルからやってみますね、うん、その状況に応じてまず一発目に結ぶルアーをなぜそれを結ぶのかを説明します。それがないと話になんないよね。今日は全然雰囲気ないからまずはパイロットとしてジグエイトにワームで探り入れてみますねみたいなことはっきり言います。うん、であ来たらもういきなりパチャパチャライズしてるのでこれはもうペンシルからでしょって言いますよね。 <で>パチャパチャライズしてるここにいきなり投げるのははっきり言ってもあぐらとしては具の骨頂ですから <laughs>、うん、風が吹いてる潮が流れてるのは必ず上流から上から餌が流れてきたように演出するために上流側に投げますよと。はい、でサカメバルがいるところまでプラグを持ってきてここでこうやって動かしてもびっくりするだけだから、うん、メバルは必ず上流向いて上向いてこう並んでるので。 手前でアクションかけて動きを見せてやって、あとはこうゆっくり流すだけ。はい、ここで食ったでしょ。だから、おそらくあの僕の動画を見ていただくと、こうこんな状況だから、このルアー結んで、この角度で投げして、この辺で食うはずですからね。で、ここでアクションかけて、ここだけは流します、流します。くっほらね、えー。大体こういうパターンで僕の場合やってる。うん そこにものすごく気配ってます。なるほど。うん。で、喋りながら釣るってのは、やることが自分の中ではっきりしてるから喋れるんです。うん。で、魚がどの位置にいて、どんな状態でどんなふうに食ってくるかも全部想定済みだから喋れるんです。そうかそうか。この自信と、うん、条件把握がなかったら、 かもしれませんかもしれませんで、ね、喋るしかなくなってくるからどうしてってなな確かに考えながらになっちゃいますねそう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 、うん、で考えながらやってる動画もありますだって、はい、初めて行った場所にいきなりそこへポン立たされて「あ、はい、レオン釣ってみろ」って言われた時はうーんこの状況だとまあこうだから多分こうだと思うかここでやってみるね <laughs> ああやっぱりいましたねみたいな説明になる、うん、でも釣り方メソッド をはっきりとそのレクチャーしたい時はもう確実に自分が把握できてるポイントでそれをやるなるほど、うん、そうじゃない時例えばノープランノーガイドでね毎年僕は地球さんとしてね大人の夏休みっつってあの全国旅するような釣りをするんですけど、はい、これ行き当たりばったりの釣りですからなぜそのポイントに入ったのかのロケーションの読み方の説明しますよね。はい ここね、多分後ろに山がこうそびえててね、右側に一個山があって、左側に一個山があって、今俺たちが立ってるのは山と山の間の谷の延長線上の海にいるよねって。はいえ。みんなね、海に立つと海しか見てないね。はい。僕なんかは後ろ見るんです。うん。後ろ見て街がどうなってるのか、山が近ければ。 後ろの背景の山がどうなってるか、右の山があって左の山があって、その山と山の間は谷です。谷の延長線上に僕が立っているとしたら、理由があるわけですよ。はい、そこから喋ったりするんだよね。初場所の場。なるほど。で、なぜ山と山の間の谷の延長線上に僕がいるかっつったら。川がない場合は、山と山との間の谷の部分の。にずっと通じていく海底部分は多くは。 伏流水が発生してるからです。はい、湧き水、塩水の中に淡水が湧き出てるんです。うん、で、そういう場所っていうのは、あの、海海が。非常に活発なんです。そういうとこ。ああ、なるほど。うん。だ、そういう読みを喋ったり、例えば、それが漁港だったら。こんなでっかいヒューム、は、館から、その、町の家庭排水が、こう、ドボドボどぼと出てるところがあったりします。はい。そういうところも、あの、まみう 海の水とかこう混じり合う場所で、えー、真水側の餌等が流れ込みやすいからマゴチなんてのはあのは、えー、生活排水が流れ込む延長線上に縦に並んでたりするからねお<ー>、うん、だから初場所でもポイントの探し方っていうのは僕はできるだけなぜここに立ったかなぜここで一頭目投げようと思うかという理由をが最初から頭に入ってるので。あのうん 想定して投げるので、喋ることはいくらでもあるわけですよ。<laughs> ああ<ー>、そういうことか。そう。まあそうだね。僕は自分のことしかわかんないんで、他のプロの方が、えー、どういうふうな考え方で喋りながら釣ってるか、僕にはわかんないですけど、少なくとも僕はまあ釣り方の説明と釣ることのあの楽しさと驚きを。 えー、いかに言葉にしてあと表情にして伝えるかというところはね、あのー、やっぱりお仕事ですね <laughs> 相当気を使って <laughs> 一生懸命考えてやってますし、うん、これもデビューですぐにできたかっつったらでできてませんんそうなんですねいやいやレオンさん <laughs> はじ最初の DVD からビューエラビュ喋しゃべってますよって言われたことある。うん、僕はなぜかとというと ツイートは関係なく講師の仕事が長いんですよもともと。<ー>前職からトレーナーだったりなんだり企業に、はい、だから人前で喋ることをカメラに向かって喋ることに慣れがあったわけですよ。慣れっていうのはつまり一番最初に僕言いましたけどこれはもう度重ねる鍛錬修練。 だからそういうふうになろうとするならもうひたすら練習ですよってどう言いたいですねはいなるほど質問いただいた方もあのめげずに喋りまくっていただきたいなそう思いますもしくは何も喋らずにテロップし、はい、打ちまくるかね <laughs> はいあの文章の上手な人は喋るよりテロップの方がかっこよかったりするからねああそうですね 動画だとその動画の中身に目が行きがちですけどテロップとか文字の情報も結構大事ですもんね。すごく大事だと思うんですよ。うん。だから今はもうとにかく特にそのテロップ時代じゃないですか、YouTube なんか特に。確かに。テロップ出てないと見てもらえないくらいの勢いだよね。はい。よほど話術が達者で飽きさせない喋りをしない限り、テロップなかったらもう途中で見るのやめるもんね、みんな。 そんな時代でもあるので、そういう方法もね、あの大きいと思いますので、いろいろ考えて、えー、釣りと釣り映像を自分が作るで見てもらう楽しさもねあの、釣りの楽しみの一つであることは僕は間違いないと思うので、あのぜひ積極的に楽しんでください。人がどう見るか、自分が楽しいかどうかが一番。ということで、頑張ってください。<laughs> はいいや今日も 多分不カツリボリじゃないとなかなか聞けない。レオンさんがこうメディアのに出るときどうしてるかという話が聞けて大変面白かったです。はい、ありがとうございます。はい、視聴者の皆様もレオン師匠に聞いてみたい質問などまたありましたら、ぜひコメント欄までお願いします。あと今日の動画が面白かったよという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。 ではレオン師匠、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。大星様が降ってます。<laughs> じゃあまたね。<laughs>